はい、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。今日もクリッパーの車を、いじって遊んでます、遊んでないな、真面目に、やっています。まあこれは仕事じゃないんですけどね。だけどやっぱりね、ちゃんとこれやってます。この高さなんですよ。これね、ちょっとなぜかっていうと、このね、荷物をね、入れる下のスペースをね、少し、確保したいと思っています。それなんで、この高さをちょっとね、調整考えてます。で、向こうにバッテリーの、ね、カバンがあるからね。ここにバッテリーのカバンがあるから、でもこれね、ネジで止まってんだよ、これね。こっちは、これ取れるんだけど、あれ、これ発泡スチロールが入るんだよ。で、これがバッテリーね。だから、ここから、これを切り抜きして、なんだ。バッテリーをスパッて、すぐ見れるようにしたいと。で、これはちょっと、ね、あまりこう、掃除がしづらいから、これを板にして、厚さがこのぐらいあるから、多分これ5センチだと思ったな。で、それをまっすぐにすると。ね。まあ、これは、こんな感じで、いいのかなって感じだね。はい。プラスのドライバーで、外す。簡単にできる。いや、どうか簡単かどうか知らないけど、こっちも、ちょっと、これを一旦外して、それで一回入れ抜けたらやんない。まあ、間違えてしまったんですよね。やっぱ1がね、ご覧の通りに違ってました。はい、でね、またバッテリー室は、そうそう、このね、一つ下にあります。これはちょっと違った、さっきのね、ジャッキーの部屋でした。で、もう一回やり直しですね。はい、ね、こんな感じでやってます。はい、バッテリーさんが、こんにちはしてます。はい、当たりなんですね。ね、このね、丸いね、窓がですね、緑になっていればいいんですっていうことです。でもし黒い色だとするとこの色がもうバッテリー交換した方がいいということですね。でもね、これね、ちょっと見づらいんで、このね、真ん中のこの黒い棒ですね、これをね、ずらしますというか、バッテリーの方をずらすんかな、今それを、これからやります。はい、もうちょっと、もともとずらしとかすればいいんですね。ああ、そうか。高いかい。いやー、やばいなぁ。貧乏になって。体重は何すか？ 8センチ違うね。8センチ、ね、?8 センチなの。そうか。そういう工具があったら便利だね。でも。前やったべな、こういう工具あるわけだよ。ほんとかねー。あるわけだよね。そうか。いや、やばい。やっちゃったもんな。やばいな。俺は、終わったかい？やっちゃったもんな。それクズやって、ね、またでかいこと言ってる、ね、ちゃんだもんね。ペンキってんだっけ、これペンキだっけ、フライヤー、あ、これがフライヤーってんだ。フライヤー動いた。はい、よかったです。この丸い窓がね、ちょうど
見えるようにね動きました。はい、これで一つの、お仕事が終わりました。ね、色がでね無料でやってもらってますからね、本当にね申し訳ないと思ってます。はい、はい、でね、まあコカコーラ1本をね買ってきましたので、ね、これでなんとか、ありがたいなと思ってます。はい、でこれ緑が見えますね、窓の真ん中にね、ちょっとちらっと見えました。これが、バッテリーがいいそうです。これでね、はい、高いな。よし決めた。今日買ってきたんだから。今日買ってきた。買ってきた。コカコーラ。170円のコカコーラ買ってきた今日は。そうそう、そうそう、こたつをすんだよ。つるまつねがしたいってタイミングに、なんたらかんたら考えてんだよ。だって、いいんだよ。時間があれだけど、こたつを作るのにこういう板で作ることできねえよ。どんな板がいいね。特殊な板だもん。こたつ、電気。あ、そっか。やげちゃう。これです、はい。あ、それでいいんだ。それだけで。はい、これでバッチリ。あ、そっか。まあ、こんな感じになりましたね。どうでしょうかね。はい、コカ・コーラ。いいね、コカ・コーラ。できた。ね、ちゃんと緑ですついてる。俺は正月越せないからさ、今のうち正月、これ正月だと思ってさ、ああ明けましておめでとうっていう感じでね、うん、お年玉はいんないからさあ違うか、誰も来んねえな、あれあ本当こっちだけ結構焼けんだけど、火力が強すぎるかな。これちょっとね NG でした。っていうのはこれね反射熱でこう熱くなっちゃうから危ないんですよこれね。だからこれちょっと使えないって感じです。残念ですけどね、これは電子レンジになりました。電子レンジでやるの、うん、できるよ。1分も経たないでみんなプーってなるよ。やったことね。うそ、今日はこれねつけて何センチかな、5センチぐらいかな、これでこれこの6センチぐらい、で今後はここにアジャスターをつけて高さ調整ができるようにします。ちょっと地味な作業なんだけど、ねまあね最初からハードルを高くしてもしょうがないからね、できないのはできないんで、も僕はね素人なんでね。でもこちらにね本職がいるね、タダで使える本職がいるって言ってるんでね、まあいやそんなわけで今日はこれだけ。騙してなんか使わない。人聞きが悪い。人聞き悪いな。騙して使うだってとんでもないよ。いくらいかな。最初からハードルを高くしてもしょうがない。できないのはできないんで、も僕はね素人なんでって言ってるんでね。まあ、いや。ね、少しねアジャスターをつければこのね下の空間がもっとねひどくなるんじゃないかなというね、まあ素人ならでの和の考えなんですけど、ただ僕のところにはねドリルがないんでね、こちらのね工房に来てね、やります。今後ね、騙しなくて騙しなくて